読んでて、それでどっかに落ちちゃったんだ。読んでたって言ってたんだね。それも相当早い時に。空気読みなさいよ。分かったんだよ、シャラクの正体。実はちょっと待てよ、マスター抜きでこんな仕事するのか。じゃない、ねえ、ちょっとしてマスター、余計な贅沢はしない方がいい。